皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。藤本美貴、39が21日放送の TBS「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」に出演。アイドルに学ぶ、競争社会を生き抜く折れない心の育て方に歴代アイドルたちと登場し、ソロで大人気となった後に先輩が多いモーニング娘。に加入した当時を明かし、 教訓として長いものには絶対まかれないと爆笑トークを展開した。写真、ほぼ特定、藤本美貴戦ったモー娘。の初期面、私は正論を言ってるんです。自分が遅刻したときに、先輩から遅刻したんだから謝りなさいと言われて謝罪したことがあるとした上で、先輩が遅刻したときに全然謝らないんで。 遅刻したんだから謝った方がいいですよって普通に言って謝らせたりと明かしスタジオのアイドルたちが「ええええ」と騒然となり中居正広が「誰、誰、誰と笑わせた藤本は「言いません」と首を振り巻かれるとこいつは負けると思われるんですよ自分をしっかり持って言ったことに責任を持つことが大事と訴えた振り付けも全然間違えてる先輩が「 私に間違ええてる振える振り付け教んですよ。ダンスが得意じゃない先輩が「藤本違う」「こうだ」ってと加入前の曲の振り付けを教えられたと振り返った。絶対違うと思って辻ちゃんとかに「確認した上で先輩にあれ違いましたよ」って教えてあげたと明誰かが言ってあげなきゃいけないとも笑わせた。右からスタートすることになっていた振り付けレッスンで。 先輩が左からだったよね、と言うと、先生も左からとか言い出すんですよ。長いものに巻かれて、そっちの方が早いから。でも絶対私は、右から、昨日のビデオ見ましょってと譲らなかったことも明かし、陣内智則がその先輩ほぼ特定されていくよと笑わせた。ネットも笑いが広がり、先輩に物おじしないミキティ・ホントスコ、ミキティの話してる先輩って誰 ミキティが先輩の話をするたびに思い浮かぶ某先輩メンバー「先輩って絶対同じ人の話だろ」「わら」「あの人やろな」「先輩気になってきた W 結構限られる」「先輩って三択じゃねえかよわら」とツッコむ投稿が集まった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。